小さな山菜の世界、ゼンマイを追ってる間に、普段大きい山菜しか収穫しないんですけど、小さな小さな山菜を多く見る機会がありました。その小さな山菜をこのね鈴と比べた写真を撮りためてきたので、ぜひそれを紹介したいと思います。じゃあご覧ください。山菜もね、小さく小さいところからだんだん育っていくので、この小さな山菜たちが大きく育つのを楽しみにしたいと思います。